なるさん、ちょっと何してるんですか？何してるんですか？お屋敷には行かないよ。ちょっと、あなたちょっと座ってください。あなた重大な重大な犯罪を犯してしまったかもしれません。何が？え、何かが何かあったのかしら。皆さんこんにちは。321です。ダメになるならなるです。はい。ちょっと今日はなるに言いたいことがあります。あの小耳屋さんなんですけど、あなた食べたことない食べ物ありますよね。とろろ昆布ってご存知ですか？噂にはとろろと昆布は知ってる。あー、とろろと昆布、とろろと昆布で、とろろ昆布は、うん、ちょっとご存知ないんですか？それはとろろなんですか、昆布なんですか？あ、昆布なんですか？まあでも昆布ですね。びっくりしたんですよ私。まあ、なんでこれがね分かったかっていうと、あのスーパーでの撮影覚えてますか？あ、ボンボン TV でやりましたね。はい。その時にいろいろ食材があったじゃないですか、うん、売られてるもの、うん、でいろいろ見てた時に、私とろろ昆布すごい好きだったんだよねみたいな、うん、最近食べてないなみたいな話を私イッチーがしたんですよ、うん、そしたらなるが、何それって、いやちょっとな、ね、よく分かんなかった。何、とろろ昆布って何みたいな。でそこで私は思いつきました。今回の企画は、なる初めてとろろ昆布を食べるの巻。イエーイ。とろろ昆布歴は何年ぐらい？とろろ昆布歴ですか？とろろ昆布歴は多分幼稚園ぐらいの時に食べたような気がするから、20数年、もしかしたら食べたことない子もめっちゃいると思うの。お、そんなあなたも一緒に楽しめる企画でございますじゃあ早速ちょっと準備してきますんでお待ちください。はい、お待たせしました。こちらとろろ昆布でございます。じゃあはい、こちら。あ、とろろ昆布。え、ちょっと食べてみたら。あんま見ないでさ、ちょっとあんま見ないで、あんま見ないで、あんま作り方とか見ないで、あんま。やば、これがとろろ昆布。とろろ昆布どうですか、見た感じ。昆布でもないし、とろろでもない。おお、何に似てるとかさ。海に落ちてる。え、やば海に落ちてくる。例えやば。じゃあどうぞ一口いただきます。はい、やばめっちゃくっつくんだけどやばめっちゃくっつくなんかめっちゃくっつくんだけどなんか綿菓子みたいになった口の中で。新しいスイーツみたいな感じですじゃあとろろ昆布の私が今回ね用意した作り方って感じでやっていきたいと思います。あ、お待たせしました。じゃあですね、こちら。あ、すごい、楽々味噌汁。はい、こちらでまず味噌汁を作っていただきます。もうとろろ昆布はやっぱうまいんだよな。どうやって食べるか、お祝い事とかなんかめでたそうだよね。あんのかな、なんかそういうの、なんか長寿になるとかあんのかな。なんかありそうな感じ。願掛けありそう。なんかとろろのように、あ、伸びやかにみたいな。そう、素敵。え、はい、一緒に入れるんじゃないんだ。あ、ここのここからってこと？うん、違いますね。私の場合は違いましたね。あ、そうなんですね。え、どうなんでしょう、みんなわかんない。私の場合はもうあのとろろ昆布バーみたいに。とろろ昆布バー。じゃあまずちょっと普通に味噌汁で飲んでいただいていいんですか？はい、じゃあいただきます。うん、普通の味噌汁です。あ、ほいほい、お米が欲しくなるようなそんな感じです。お米？はい、違うよ、とろろ昆布が欲しくなる味噌汁でしょそんなことある？あの、お味噌汁が飲んでとろろ昆布欲しいなって思ってきたの。よし、めっちゃ思う。わあ、とろろ昆布があったらなーって思うよ。何それ CM みたいなやつ入れてください、とろろ昆布。でももう52。いや、少ない少ない少ない、もう少なすぎる。もうびっくり。え、もうそんなんびっくりびっくり。もうとろろ昆布、はい、もうとろろ昆布びっくり。え、めっちゃ作業口いいんだけど。めっちゃいいよね、わかる。え、こういうこと。あ、はい、もう行っちゃってください。あ、ちょっとすごい、待って、あの極端だね、あなた。あ、いいよ。こんなに入れんの？はい、いい量です、とってもいい量。なんかあのすごい、あのもう浸ったところがね、すごいすごい、色変わってきてる。そう、ふやふやになってるでしょ。やばいやばい、もう消えちゃうじゃん。あ、消える。あー、とろろ昆布ちゃん。
できました。じゃあこちらいただいてみてください。え、ちょっと体感していただいて。うわーすごい、なんかすごいよ。いただきます。ちょっとガーッと汁とかと一緒。やばいやばいどういうこと、え、どういうこと、なんかやばいらしい。やばい、うわやばいやばいやばい、あ、絶対やばい。この汁があんまりね垂れないうちにね、一緒に汁と食べた方がいいよ。おお、いけましたよ、たっぷり。なんかやばい、なんかやばい、なんか守られてるよね。どういうこと、なんかベルがあるよね。あ、でもそうね、ぬるってる、ぬる、ぬるって。え、なんかの食べたことないけど、うん、あの掴める水食べてるみたいな。あ、でもなんかちょっと分かる、なんかベールに包まれるよ、うん、なんか汁になんかドゥルンってなるよね。なんか守られてる。どうぞ。え、なんかやばい。え、味は、ちょっと味もちょっと聞きたいな、うん、塩分、しょっぱいか、しょっぱい系になる、うん、塩分が、あ、でも確かにそうだったかも。で、私昆布とかそういうなんか、うん、な、海っぽいもの好きじゃなかったのね、ちっちゃい頃、うんうん、昆布とかももちろんあんまりだったんだよ。お、梅昆布とか食べれないのね。あ、食べれないよね。ああいうなんか硬いやつ、うんうん、食べれなかったんだけど、とろろ昆布に出会って、うん、昆布克服したんですよ。うん、え、とろろ昆布で食べるとめっちゃ美味しいと思って。やば、とろろ昆布すごくない、これすごい。で、めっちゃ食べやすいじゃん、うん、だから私は結構うどんとかお吸い物とか何でも入れて、うん、体にもいいからさ、やっぱり。ということで、とろろ昆布制覇です。制覇。皆さん、すごい瞬間に立ち会っていただきました。美味しい。美味しかった。よかった。お母さんにとろろ昆布食べてみたいって言ってみてもいいかもしれません。そうですよ。なんかさ、うん、こうやって飲むとさ絶対ついてくるんだけど、そのうち、うん、お味噌汁固形になりそう。あの、ご当地の食べ物で、うん、あの、これ食べたことありますかみたいな、そう、あったりとか紹介したい。そうしたらぜひコメント欄に書いてほしいし、あの、なるが食べたことなさそうなものを募集してます。あ、みんなわかるかな、わ、はい、かる。あの、なんか沖縄の人が知らなそうなもの、うんうん、あー、確かに、そっから考えやすいかもね。確かに、はい、ということで、以上、なる初めてとろろ昆布を食べてみたでした。よかったと思ったら高評価コメントよろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。今日もいちなぐ TV を見てくれてありがとう。チャンネル登録や高評価コメントもよろしくね。 Twitter や Instagram もやってるのでぜひフォローしてね。それじゃあ次回までごきげんよう。